って、やっぱ足先っていうのはどんなに体が動いてても綺麗な状態で保たなきゃいけないので、うん、足の間にボールを挟んで、うん、足のつま先に靴下をつけた状態でこう腹筋、いろんな腹筋を100回単位で何回もやるんですよ。でトレーナーの先生が間にあるこのボールを取りにかかってくるんですよ、ね、あ、なるほど。そうで取れたら一からやり直し、しっかり挟んどかない、はい、で100回をみんなで1,2,3って数えながらやって、で私結構取りに得意だったんで、普通はポンとかなんですけども、先生こんなんで取りに来たりとかでも周りから来るぞ来るぞ先生来るぞみたいな感じ の声がかかってきて、やべやべ挟めみたいなとかを、なんかチームプレーでみんなで腹筋のトレーニングしたなっていう思い出が、はい、あります。これのおかげもあるんですか。あ、もうありますあります、はい。